朝ドラ「朝が来たあらすじ予告」12月8日か放送分危機物語朝が臨月を迎え、正吉と与野は口論が絶えなくなりました。正吉は、医師を、与野は、三馬を朝のお産に呼ぶべきだと言ってお互いに譲らないのです。一方、 生まれてくる孫のことで真剣に口論する小吉と野の様子を見て家族に関心を払わなかった自分の過去を雁助は顧みていました家族というものに縁のない雁助と梅は朝のお産の騒動を経て次第に距離を縮めていくのでしたそんな中朝を狼狽させる事態が発生します小吉が朝の目の前で発作を起こして倒れてしまったのです